5月29日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号 今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週も特集をお送りします。先週末に横浜国際プールで行われた東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会の取材報告をお送りします。 それではまず今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。今週は OK 工事ーーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。それでは今週のニュース振り返っていきましょう。今週はワクチン大規模接種センター接種開始。 政府ワクチン接種加速に向け新たな財政支援策を決定。米ロ首脳会談6月16日ジュネーブで開催へ。中国軍南シナ海で軍事演習。アメリカ黒人男性の暴行死から1年、バイデン大統領が遺族と面会。アメリカと中国が閣僚級の通商会議を開催。6月開催の G7 サミット、菅総理はイギリスへ。こういったニュースについて取り上げました。 さて今週の聞きどころですが、27日木曜日の放送を振り返ります。番組初登場、神戸大学大学院法学研究科教授の美野原俊宏さんに、政府の情報システム不正アクセスで情報流出というニュースを解説していただきました。それでは今週の、プレイバー政府のデータ流出 昨日、政府関係省庁で使用する富士通の情報共有ソフトに不正アクセスがあり、国土交通省や内閣官房で情報漏えいがあったことが分かりました。国土交通省では職員など少なくとも7万6000件のメールアドレス、内閣官房ではサイバーセキュリティセンターのシステム機器に関するデータの流出が確認され、富士通はソフトの運用を停止し、影響を調査しております。 あのー、この政府のデータというか、サイバーセキュリティやってるリスクという機関も、この被害に遭ってたっていう話ですよね。非常にかっこ悪い話ですねのの日本の守り っていうのは、これ、どう、どう見たらい,いんですかね。そうですね。あの、うん、安全保障政策が専守防衛なら、こちらのデータスキリとも専守防衛でしっかりやってほしいですね。えー、でも明らかにこれは、えー、あの防衛が足りてないということになるんじゃないですか。本当はあの、企業のあの、スキリティ、そのサイバー攻撃っていうのも問題になってますけど、はい。今回政府だし、えー、今やったとりサイバーセキリティセンターのシステムですので、 深刻な状況なのかなと、はい、この、まあどう守るっていうのは、結局なんかね、あの専門家の人に聞くと、攻めと守りはもう一体なんだみたいな話も聞きますけれども、はい、そうすると、その人材の面も含めて、なんか不安になっちゃいますねそうですね、それはもう、あのやはりノウハウを持っていらっしゃる方を増やさなきゃいけないと思いますし、うんまあこれ、私、持論なんですけど、ある意味で最大の守りっていうのは、はい オフェンスななのかなと攻撃する力、はい、のこの間、のパイプラインのあメリカが攻撃されて、あ,ねはい、あれおそらくアメリカ、激しく報復したんでしょうね、あ<ー>あの攻撃した側がもうもう,もうこれ以上しませんと解散しましたよね解散ししまたので、はい、もうこれ以上。で日本もですね <laughs> そういうふうにするんだよという姿勢を示して、ですねそのケーパビリティ能力を持つとですね。はい おそらく攻撃する側も、えー、考えるのかなと。今はですね全然報復の恐れありませんので、もうやりたい放題ですね。うんまあ、ペナルティが何もないわけですから。うーん,うーん この報復というか、攻撃能力を持つっていうのが、特にこの公の部分が攻撃能力を持つっていうと、やっぱりこう法的な整理みたいなものも必要になってくるんじゃあ、おっしゃる通りですけど、でも他方で、えー、もうアメリカもですね、はい、何も言ってないですよね、攻撃しましまたも何も何確かにそうですね、こういったものは、です、ね、やっぱりはり非匿性が大事なのかなとで、攻撃された側のみ分かればいいわけですから、痛みをですね。はい、で、それが今回の,そのアメリカのパイプラインの件なんかだと、行動として示されたあの顔面パンチ食らったんじゃない ですかはい。えー これそうですよねアメリカはすでにあの法的な整理を終えているところがあって、実害があった場合はもはや自衛権の範囲なんだというのは言ってますよね、しかもサイバー攻撃というのは、はい、極めてその深刻な場合もありますから、あのアメリカの場合はです、ね、ガソリンがです、ね、供給されなくなって、はい、非常にこの生活に支障が出たと、えー、例えば病院とかですとです、ね、攻撃されるところ、命にも関わる問題ですから、やはりそれなりにです、ね、真剣に受け止める必要性があるのかなと。 思いますね。はい。これ、そこのところで、ね、言うと、その法的な線の部分ってあの、まあ、抑止力ってものをこうどう持つかみたいなのをサイバー空間の中で考えるということになるわけですよね。はい、それはキーワーワドだとと思います抑抑止力と、えー、抑止力力 で結局はです抑止力というのはオフェンスのケバ、えー、ビリティですね、能力を持つということですのでこれ、そうなってくると、はいまあ、日本でこれからどういう,こう法的整理がされるのかにもよると思いますが、これ、なんかこの話も憲法問題になっちゃうんですか、ねまあ、憲法を、えー、やっぱり変えていくのが、ん最も合理的な。 形だと私は思いますけど、なかなかこれはずっとできてないわけですから、はい、難しいと。私、憲法の改正の重要性はその法的議論、うんぬ入っていく前,のに,前にですね。えー コンスティテューションじゃないですか、コンスティテューションというのは、国としてのあり方、形ですよね。うんどういういところ目ですから、国民のアイデンティティを変えるためには、憲法を変えるのしかないのかなと、はい、あの安全保障関連の有事法案、うんうんというのを触るだけでは、一般の人はピンとこないんですね。うんで憲法を変える方にはやっぱりその トーマス・ジェフォソンってアメリカの健康の父が言ってましたけど、やっぱり憲法っていうのは自分のね、コートだと。コート。国を守るし、自分のアレンジでもあるし、で、子供の時はちっちゃいコートを着ると、多くなアつンでコートを変えていくよね、とということで、彼は憲法なるものはその時代時代反映して、国にとって一番いい形に変えなきゃいけないと、新調するんですよね、コート日本はですね、同じコートをずっと大事に着てるんですよ。大事に着続けてますね。 でももう日本はね大きな国で豊かな国でしかも責任があるじゃないですか大国としてのですからやっぱコートを変えなきゃいけない時が来てるんじゃないのかなと思うんですけど<え>その上、環境も変わって気候が変わってなんかおこれ、分厚いコート着ないと寒いかもしれないぞってなっいつまでこのコート着てるんだと思うあ,あ,うあんなだいぶ開いてますからねもう日本のコートやっぱ70年以上着続けてくると、はあ。うん 確かにおっしゃる通りです。面白いですね。<laughs> でも、本当なんか全ての問題がここにぶち当たってくるような気がしてならないんですが、今日のキーワードは政府のデータ流出についてでありました。<laughs> さてこの後は、これからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、 後半は私、新業が先週末取材した東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会の取材報告をお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。OK ージーアップ週末増刊号。 日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号。今週はワクチン大規模接種センター接種開始になりましたが、接種される方ではなく、接種に携わる方からのメッセージいただきましたので紹介したいと思います。 えー、大手町の大規模接種会場の派遣ナースとしてワクチンの接種をしているという方からです。ニュースで余ったワクチンを自衛官の方に打ったとのこと、素晴らしい対応だと思います。余ったらもったいないですもんね。昨日は余らせないように夜7時過ぎは一本一本吸って対応してました。手間がかかりますが、自衛官の皆様も優しい方ばかりで、スムーズに私たちも仕事ができます。 ただ私たち派遣ナースは8時半までなのですが、夕方6時半過ぎは打つ方も少なくなってしまい、私たちも暇な状態なので待たずにワクチン接種できます。ぜひ皆さんにも報道して安心してもらいたいですと。 いただきました。実際に大手町の大規模接種会場で派遣ナースとしてお仕事されている方からいただきました。本当に日々お疲れ様です。あの、こういうメールをいただきますと、あの、私たちもこの内容を聞いて安心することができますよね。メールいただきまして本当にありがとうございます。そしてお仕事も本当にお疲れ様です。 続きまして、兵庫県神戸市にお住まいの50代の男性の方からです。私は神戸で初2回をしています。医療従事者ということでコロナワクチン先行接種の対象となり、すでに2回済ませました。一方、一般の方のコロナワクチンの接種はなかなか進まず、その原因の一つにワクチンの打ち手として協力する意思が少ないのではというニュースをよく耳にします。 私は小児科医ですので、ワクチンの接種は慣れていますし、コロナワクチンを優先的に接種してもらった身として、集団接種会場などでできる限りお手伝いをしたいと思っています。しかし集団接種会場は平日の日中しかやっていないのです。勤務医も開業医も日中は自分の守備範囲の患者さんの診療に当たっており、 それを投げ出して接種会場に出向くことは困難です。手伝いたくともできないのが現状です。これがもし平日は夕方から夜まで、土日祝日は一日中ということなら、日中の仕事を終えた後に自分の時間を割いてでも手伝いたいという心ある意師は多いと思います。集団接種は各自治体と医師会が連携して運営している場合が多いようですが、 なぜ日中に限定しているのか理解に苦しみます。有事の対応を国全体でするべきと強く思います。といただきました。メールいただきましてありがとうございます。それではこれからのニュースの予定を紹介していきます。5月30日日曜日、スペインからの独立運動が続くカタルーニャ自治州の衆議会選挙、競馬日本ダービー、テニス全仏オープン開幕、 5月31日月曜日、経産省4月の高工業生産指数速報発表、内閣府5月の消費動向調査発表、アメリカメモリアルデー戦没者追悼の日、6月1日火曜日、定例閣議、財務省1月から3月期の法人企業統計発表、OPEC プラス閣僚級会合、6月2日水曜日、 参議院憲法審査会で国民投票法改正案の参考人質疑。COVAX ワクチンサミット開催。6月3日木曜日、静岡知事選告示。43人が犠牲となった長崎県雲仙普賢岳の大火災流から30年。6月4日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。ロンドンで先進7カ国財務省会合。 アメリカ5月の雇用統計発表。続いて来週5月31日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。5月31日月曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。6月1日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸弘さん。2日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。 3日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。4日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュースを解説していただきます。さてこの後は、トレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。 オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。あの先日、実はですね、あのひなさんが、えー、日本放送に来てくださいまして、一緒にですね、飯田工事アナウンサーと新業と、そしてあのひなさんと写真も撮りまして、その写真はですね、このオッケー工事アップのインスタグラムにあの掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧になっていただければなと思います。えー、それではひなさん、よろしくお願いします。ひなです。 今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはサイバー攻撃です。27日の OK 工事アップでは神戸大学大学院法学研究科教授の美野原敏弘さんが出演され、外部からの不正アクセスにより政府のデータが流出したニュースについて解説されていました。現在富士通はソフトの運用を停止し影響を調査しています。 富士通の株価は7連投中で26日には高値更新していましたが翌日にはこの報道により大幅反落となってしまいました。私も個人情報流出のニュースが大変気になる週となりました。個人投資家にも人気の株式フリマアプリのメルカリは外部ツールへの不正アクセスで顧客情報など2万7000件以上が流出しました。また、 ネットマーケティングが提供しているマッチングアプリ、お見合いが外部から171万件の年齢確認書類への不正アクセスがあったと公表しました。株価は窓を開けて下げ、金曜日も安値を更新しています。相次ぐサイバー攻撃によりセキュリティ問題に対して国、民間を問わず、その対策に本腰を入れることが急務となってきていますね。個人的には すでにいくつかのサイバーセキュリティのサービスを展開している銘柄を監視に入れています。このように平日のラジオで取り上げられたニュースを軸に各報道に目を向けると銘柄選定の役に立ちますので皆様もニュースから関連銘柄を探してみてくださいね。そして二つ目のポイントは月末安アノマリーです。5月相場も来週月曜の31日を残すのみとなりました。 今月はセルインメイ株は5月に売れのアノマリーに沿った格好となりましたがアノマリーはこれだけではありません足元では月末に難聴になる月末安アノマリーが続いています昨年からはなんと8ヶ月連続月内最終日は日経平均株価がマイナスで引けていますですがその後の月始めからは 株価が上昇する傾向がありますので、気になる銘柄の買いチャンスが訪れるかもしれません。月末安アノマリーに注目してみましょう。来週のポイントは、景気敏感株です。国内ではワクチン接種の拡大はプラス要因となります。日経平均株価も3万円回復は視野に入りつつありますね。景気回復期待を受け、 総合商社への資金流入が続いてきましたが、ここに来て、創日などの出遅れていた銘柄も買われてきています。また、私もブログで長期目線銘柄として注目してきたトヨタ自動車が9000円超えと史上最高値を更新しました。これを受けて、マツダやスズキなども人気化しています。来週もアメリカの景気先行き期待から、機械株や 鉄鋼株などの景気敏感株が買われていく展開かなと見ています。今週の相場格言。まだはもうなり、もうはまだなり。まだまだ上がりそうと思った時がもう天井であったり、まだまだ下がりそうと思った時が底根であったり、もうここは天井圏だろう、底根圏だろうと思っても、 まだまだ上げ下げが続いたりもします。この格言から投資とは本当に難解であるということがよくわかりますね。もっと上がりそうと思ったら売る。もっと下がりそうと思ったら買う。投資家心理の逆の行動が功を奏することが多々あります。行動を起こす前に正反対の視点で相場を見直すことの大切さを教えてくれています。 以上、ひながお伝えしました。トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんのひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。 OK コージーアップ週末増刊号この後は特集です私新業が先週末に取材した東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会についてお届けします OK コージーアップ週末増刊号 OK, 工ーイーーアップ週末増刊号5月21日金曜日から23日日曜日の3日間、東京パラリンピックの代表選考会を兼ねたジャパンパラ水泳競技大会が横浜国際プールで行われました。 あの、この大会は1991年から開催されていまして、トップアスリートが、えー、いつも参戦していて世界記録も生まれている大会なんですよね。今回はですね、あの、無観客での開催ということで、えー、YouTube でライブ配信もされて高い注目が集まっていました、えー。派遣標準記録を突破すれば、東京パラリンピック出場内定が決まるということもありまして、 独特の緊張感と、そして選手のこう熱い思いというのがこう伝わってくる、そんな大会でしたね。 レースの時の音を今お聞きいただいていますけれども、横浜国際プール、ここはもう本当に立派な会場でして、メインプールはですね、観客席がだいたい4000席ほどありまして、50メートルかけ1 0コースの国際公認プールとなっていまして、あの、私の知り合いがここの近所にちょっと住んでいることもあって、話を聞くと普段はあの個人利用ができていて、地元に愛されているプールでもあるんだそうです。 で、まあ、この大会はですね、東京パラリンピックの代表選考会にもなっているので、その派遣標準記録を突破した選手が東京パラリンピック代表に内定ということで、えー、簡単に説明をしますと、東京パラリンピックでのメダル獲得、もしくはその入賞の可能性のある選手を選考するためのタイムになっていまして、細かいところで言いますと、東京パラリンピックの出場資格の基準となっている世界ランキングの 3位に対する到達度98%というタイムになってくるんですね。まあ、だから本当に厳しいんですよ。この,あのジャパンパラ水泳競技大会では3日間で5人の選手が派遣標準記録を突破しました。視覚障害のクラス、富田宇宙選手、石浦智美選手。運動機能障害のクラス、鈴木孝幸選手、久保田光太選手、小木原小太郎選手。 今回はですね、えー、富田宇宙選手のインタビューの模様をお届けしていきたいなと思っております。 えー、富田宇宙選手なんですけれども、えー、熊本市出身の32歳で3歳から水泳を始めたんですが、16歳の時に徐々に視野が失われる進行線の網膜の病気になりました。2017年に障害が最も重いクラスになると同時に、世界トップクラスに、えー、今回、自、え、身、ー、初のパラリンピックとなる東京大会の内定を獲得しました、えー。2016年の3月、リオデジャネイロパラリンピックの代表選考会に出場したんですが、この その時は、派遣標準記録を突破できずに、代表には落選してしまったんですが、2019年の世界選手権になると、またすごかったんですよね。100メートルバタフライ、そして400メートル自由型で銀メダルを獲得しました。今回のジャパンパラ競技大会では、初日5月22日金曜日は400メートル自由型そして最終日23日日曜日は100メートルバタフライで、派遣標準記録を 突破しました内定が決まってから一夜明けた土曜日のレース後、えー、周囲の反応そして実感について語る富田宇宙選手ですお聞きくださいいろんな方から本当にたくさんご連絡をいただいてもう本当に一晩で携帯が鳴り止まない 皆さんいつも見てるのに無視してんだなって気が付きました <laughs> なんかコメントとかいっぱい来ててえいつもこの人たち見てるのに見てないふりしてんだなと思ってなんか少し悲しい気持ちになりましたけどただあのまあ何てうんですかよく親戚が増えるみたいな話ありますけどなんか全然連絡来てなかった人とかも連絡してきてくれたりして、まあ、なんかいろんなつながりがねまたできたりあとはその、まあ、やっぱり皆さんのそういうお声を聞いてると まあ世の中でいろんなことを言われてはいますけれども、やっぱり選手が一生懸命努力した結果として、記録を出すということについては、その皆さん、ポジティブに、ね、受け取ってくれるということはよく分かりますし、またこういろんなメディアの方々も嬉しいニュースという前置きのもとに、私のことをたくさん報道してくださって、とても嬉しく思います。 東京パラリンピックのその内定を獲得したその実感、そしてその周りの人たちもこう一緒になって喜んでいる、分かち合っている、その喜びを分かち合っている感じというのが、その声からも伝わってきますよね。あの、パラリンピックにおけるその水泳競技っていうのはですね、あの、いろんなその障害の選手がいるんですけれども、まあ、視覚障害であったり、身体障害であっ,あったり、選手によって、 スタートの仕方ですとか、泳ぎ方に工夫があるというのも見どころの一つなんですね。例えば、その視覚に障害のある選手は、ターンをするとき、そしてゴールをする直前、タッパーと呼ばれる人がですね、選手の頭をこう長い棒で叩いて合図するんですね。その長い棒の先にこう、なんて言うんでしょう、スポンジみたいなのがこう、ついてるんですけど、それでこうパンって、 頭を叩いて、もうすぐ壁ですよというのをう伝えるんですね。で、選手によっては、このタイミングで叩いてほしい、その合図が欲しいというのもありますし、ターン一つとっても、やっぱりそのタイムを縮める上では戦略の一つになってきますので、まさにそのタッパーの人と選手のアウンの呼吸、もう見事なコンビネーションを発揮して、そこでこういい記録がこう生まれてくるっていう、まさにこう、なんでしょうね、選手一人だけではなくて、そのチームワークで、 なせる技というのがまたすごいんですよねでそのタッパーの存在の大切さについて語っている富田宇宙選手こちらお聞きくださいまあ僕ももともと健常者で水泳やってましたけどこの見えなくなってこの3人でレースに臨むっていう感覚はやっぱり僕らのレースならではのものでレース前もやっぱり一緒に頑張りましょうとそういう声の掛け合いをしながらで。 泳ぐ前にもこうあの立ち側の、えー、タッパーの方にはもうよろしくお願いしますで、泳ぐ前に、えー、コースの向こうにいるタッパーの方にも思いを持ってコース台に上がるとそういう気持ちでいつもベースに戻って はい、ということで、えっ、ー、と、ゴール側のタッパーの人、そしてターン側のタッパーの人、この3人で、えー、一緒にレースに臨むというのが、あの、視覚に障害のあるクラスの一つのこのレースのこう醍醐味であるということも、えー、富田選手語っていましたね。えー、私はですね、このパラ水泳の大会は、こう、生で見るの、本当に、久しぶりで、 すごく嬉しかったです。あの、リモートで選手の会見を取材することはあったんですけれども、レースを直にこうやって見ることができたというのは久しぶりのことでした。えー、大会ではですね、プールサイドに記者席が設けられて、こう、アクリル板立てられてですね、えー、選手のそのレースの様子を見て、えー、で、ミックスゾーンで選手の取材。 が行われるということで、まあ、オンラインでの取材というのも併用して行われていました。この大会はですね、午前中からお昼過ぎにかけて予選が行われて、まあ、夕方決勝という、そんなタイムスケジュールで3日間行われたんですね。決勝は、こう、パネルの前に選手一人一人がこう、順番に出てきて、お辞儀をしたり、ポーズを決めてから、こう、それぞれのレーンに入っていく。 といった部分があって、あと BGM もですね、こうスポーツ DJ みたいな、こう、なんでしょう、ノリノリな音楽が流れていて、出場している選手の中には、入場の演出やアナウンスが本格的な大会のようで、エリートで試合しているなというふうな感じがして、いい緊張感の中でレースができましたと、そう語っている方もいらっしゃいました。 えー、この大会の翌日ですね、えー、日本パラ水泳連盟と日本知的障害者水泳連盟が東京パラリンピックの日本代表内定選手27人を発表しました。 ええー、もういよいよという感じがしてきました。またですね、この選手の皆さんの抱負などは紹介していきたいなと思っておりますし、えー、新業一課のパラスポヒーロー列伝というウェブでのコラムを、えー、私書いております。不定期で書いているんですけれども、この新業一課のパラスポヒーロー列伝のバナーを、飯田工事の OK 工事アップのホームページに 貼ってありまして、そちらクリックしていただけると記事に飛べるようになっていますので、えー、なるべく早くですね、このあのジャパンパラ水泳競技大会の模様もアップしたいなと、今あの、書いてる真っ最中ですので、ちょっとお待ちください。ただあの、他の記事も随時あの、更新していますので、よろしければご覧になっていただければなと思っております。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK 工事イヤップ。 平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。